松城鉱山の荒れ石。直径約20センチほどの休暇状のもの。島根県立三亀自然館常設展示物。2021年3月26日撮影。松城鉱山の荒れ石産地とは、島根県大田市栗町松城にある荒れ石が段階の状態で産出する国の天然記念物に指定された地層である。荒れ石とは、 炭酸カルシウムで組織された炭酸塩鉱物の一種で様々な形状の結晶があり、一般的には小さく微細なものが多く、さほど珍しいものではないが、ここ、松白鉱山の荒イ石は黄色がかった乳白色を帯びた段階の状態で産出し、中には直径30センチメートルを超えるものが含まれる。これほど大きなアラレイ石の段階が多数産出する地層は、 世界的にも珍しいことから、産出する地点が1959年7月24日に国の天然記念物に指定された。松代鉱山の荒れ石山地松江市松代鉱山の荒れ石山地の一平山した松代鉱山を東方の島根県道46号大田桜井線より撮影。2021年3月26日撮影。 松城鉱山の荒れ石山地は、島根県中部の大田市中心市街地から、南西方向に約4キロメートルほどの道志栗町松城地区と道志長久町遠里地区にまたがる松城鉱山の一角に所在する。この場所は、世界遺産岩見銀山の鉱山町である、大森町から流れる静間川水景銀山川の8キロメートルほど、下流砂岩の小高い丘陵上に位置している。 松城鉱山は石膏を産出する鉱山で、明治時代後期に採掘が始まり1970年代まで創業していたが、今日では閉山しているため、鉱山跡地への立ち入りはできない。荒れ石はこの鉱山の石膏を採掘するために、掘られた坑道から出る掘削土中の風化して粘土化した被災岩の中から産出されたが、鉱山の稼働中は、石膏以外の鉱物は、 あられシも含め利用価値のないものとして廃棄されていたという。しかし、鉱物学や結晶学の観点からは、古くからその学術的価値や希少性が指摘されており、1934年に島根県が編集作成した島根県下指定史跡名称天然記念物、及び1938年の島根県指定史跡名称天然記念物並国法、概説では、 アラレイシ産地として詳細な解説文が記載されており、すでに1922年6月28日付で天然記念物に仮指定されている。ただし実際に国の天然記念物に指定されたのは仮指定から37年後の1959年7月24日である。産出するアラレイシュは3年にセロッポウ奏症を作り、主成分は炭酸カルシウムであるが、 微量のストロンチウムと鉛が含まれ、稀に亜鉛が含まれることもある。断面は樹脂光沢を持ち、菊の花のような模様に見える、美しいもので、鉱物学上の価値が高い。天然記念物に指定された松代鉱山産の荒れ石は地中にあるため指定地では見ることができず、実物は島根県立三亀自然館や岩見銀山資料館、大田市役所などが保有管理しており、 展示期間中は見学することができる。また、東京の上野恩賜公園内に所在する国立科学博物館上野本館にも松代鉱山から算出した荒霊シの実物が常設展示されている。ありがとうございます。